はいどうも、パラプンテジェツマージズマチャンネルです。ということで、今回補強考察徳島山口編ですね。やっていきましょうかね。よろしくお願いいたしますと。 いうことでさジあま,あまあリーグ戦終わりましたんでこれから本格的に動いていくんでしょうただまあ例年通りであれば、まあ、J1 の補強動向移籍動向来季の編成が大抵終わった段階で J2 組は動き出すみたいな、まあ、動き出すというか本格化するみたいなところがえありますんで、まあ、例えば、ね、J1 の主力級ですよねが移籍してで結果、ね、来季出番を失いそうな選手が J2 に移籍するとか、まあ、えどっかの クラブはこういい選手を取って、まあ、結果若手の出番がない、じゃあ若手選手を、えー、J2 に、ねえー、レンタルで出そうかみたいな感じで、ある程度 J1 の編成が終わった、決まった後に J2 が動き出すみたいな、もちろん水面下でのオファー等はね、かけているんでしょうけども、本格化するのはもうちょい先かなっ間でう感じはしますが、しかし補強の考察の方をやっていきます。よろしくお願いいたしほど。というところで、こちら。 まず、えー、徳島からですね、徳島補強考察というところで、まあえー、左出しているのは今年の主なメンバーにはなってきます。まあだいいたこう先発の回数順で並べると,とか、まあ、後半戦のメンバー的にはこんな感じかなというところ、主にはまあ先発の回数順で並べております。で全員名前はありません。まあ、主にこう 出番があった選手を中心に並べておりますんで、まあ、それは大体見たら分かるかなっていうところにもなりますが、一応こんな感じ、先発の回数順等で並べるとこんな感じというところにはになってきますで。一応徳島に合いそうな選手ですね、まあ、補強考察なんで、この選手が来たら徳島もう一個上のレベルに行けるんじゃないかとか、ちょっとこのポジション足りてないから補強したいよねとかちゅう、いろんなことを込み込みで、まあ、こんな選手が来たらいいよねみたいな。 感じです。まあ、何か別にこ,う、ね、この選手が来るみたいな、えー、そういうのではありませんのでね、えー、考えていくと、まあ、ゴールキーパー、スアレスはどうするんだっていうねところ、まあ、スアレス選手、ねまあ、実力的には J2 トップクラスの力を持ったゴールキーパー、まあ、足元もうまいしビッグセーブも多いスアレスさんにはなってくるんですけれどもしかしというところでスアレスさんね実はもう出番が、ね、ないんですよねもうずっと、ね、この数ヶ月間出番がなくて後半戦は田中選手が先発で、えー、出ており まあ先発回数順で並べるとスアレスさんがね上の方に名前が来るんだけど後半戦でいうとやっぱ田中選手が先発で出ていたことが多かったんでスアレスは退団すんのかなっていうところてなればまあゴールキーパーはやっぱり枚数的にも数は必要なので例えばね藤枝のまあ北村選手足元うまい北村選手とかあとはまあ契約満了発表されましたけどもびき選手とかまあこの辺はもう J2 知ってる選手にもなりますし全然 J1 J1 でプレーできそうなレベルになるかな、まあ、北村選手、まだ若いんでこれからかもしれませんけど櫛き、まあ、選手も、ね、こうゴールキーパーの選手層を厚くしたい J1 クラブであれば、まあ、レギュラーかどうかそして、ね、欲しいクラブは。 あるんかなっていうところにもなってうとこにもきますで、ただ、もう,う J1 で出番がない選手でも実力あるっ選手で、オビ・パウロル・オビーナとかね、まあ、たまにこう徳島はびっくり補強をしてきますもんね、柿谷選手とかね、えー、あとは、そうね、岩尾選手とかも、<え>あと、エルシーナもそうですけども、この選手がここにみたいな、ね、もある意味山口選手もライバル、愛媛からの補強なんで、それもそうなんですけどもね、あるんで、まあ、そのびっくり補強組でと、オビ・パウロル・オビーナとかはね、まあ、今年は出番がなかったんで、あり、 かなっていう感じも、えー、しますあとは同じく群馬を、えー、契約満了 となって中潮選手ですね。言うていうぱ徳島の最終ライン見たときに森選手、今年ねフル出場、ですね全試合が全試合出た森選手で38試合、38先発を、えー、38試合、38先発だけ、えー、なんか違った気がする全試合先発ではなかったか38試合には出ているけどそうです1試合だけ先発がなかったですねそうですね38試合、37先発でもう主力として頑張った。 森選手が、ね、来季本当にいるのか、まあ、いろんなクラブ、J2 の他のクラブとか、えー、J1 クラブが全然狙っていてもおかしくない森選手ですね。あとは海家選手もビファーレン長崎からのレンタルでの加入なので、ここが、ね、どうなるか。 後半戦、青木選手も非常にパフォーマンス、見しましたし、ここはね、来季みんな残るかっていうと、なんか、何人か入れ替えがある気がするんで、そうなるとセンターバックは補強の必要度が出てくるかなっていうところ、まあ、森選手は J1 からオファーがあってもおかしくないし、他のクラブからオファーがあってもおかしくないで、会計は、ね、長崎に帰る可能性もゼロではないことを考えれば、まあ、3バックなんで枚数やっぱ必要になりますんで、まあ、契約満了、群馬を、フリーとなった中潮選手とかとは、 山田選手はビュードアップ能力高い足元がうまいね選手になってきますけどもまあ山田選手とかこの辺はね徳島はもう全然狙っていきそうな感じが。 しますで J1 組でいうと新潟で今年なかなか結果が出なかった出番が少なかった、ね、元いわきの遠藤選手ですね、まあ、昨年はいわきで大活躍したセンターバックにはなるんですけども J1 初挑戦といは新潟では苦しい、ねえー、時期を過ごすというところにはなってきます、まあ、遠藤選手もね,ね,新,潟にね新潟でプレーしたんですけども、ねただまあ、実際は7試合と。 いうところでちょっと失点に絡んだゲームも確かねあった気がする遠藤選手にはなってきますけどもまあちょっとね厳しかったなとまあただ J2 でのね実績はある選手にはえなりますまあもともと新潟でキャリア始めたんで今年帰ってきた選手にはなるんですけどもねただ復帰した新潟ではなかなか出番がなくとまあただ J2 でのさっき言った実績はありますんでまあレンタル何で動くクラブあるかなっていう感じがえしますで同じく J2 での実績ロアスト時代に作った岩川選手とかもねこの辺もやっぱレンタル等で最終ラインか 獲得できたら大きいよねっていう。 ところには、ね、なってきますねでウィングバック、まあ、ウィングバックとかサイドバック系で言うとビッセル神戸の E の選手なかなか出番はない出番はないし、まあ、本人はなんとなく J1 でプレイしたいのかなという感じもしますけどもただ、ね、やっぱウィングバック右 LC のやっぱ年齢的にも、ね、厳しいものがありますんでそうなれば右のウィングバックをいいのにみたいなところもあるかもしれませんしで、えー、ロアーソンの、ね、チャンスメーカーボランチのとこから、ね、チャンスつ作ことができる豊田選手ですね、まあ、言うて豊田選手ボランチ 今言いましたけど右のウィングバックで後半戦はほとんど先発で出てますんでボランチ兼ウィングバックってことを考えればまあ徳島ではねどこでも使えるどこでもレギュラー選手としてまあちょっと LC だとは違うタイプにはなりますけどもねにはなるんじゃないかというところは豊田選手とかあと広島の越シ選手まあ右のウィングバック左のウィングバック両方できますがとかあと岩城の加瀬選手とかねまあこの辺はもうちょっとポテンシャルも高いし実際今年 J2 で結果残した選手たちというところですね。あとは あねあのー、坂田選手、セレッソの、ね・サカの右ウイングバック兼サイドバックとか、まあ、ウイング系ですけど坂田選手とこの辺レンタルで取れたとき、とにかく右のウイングバックはちょっと補強ポジションかなっちゅう。 ところにも、えー、なってきますあとは、シャドウのとこね、シャドウはかブラウン・の剣心がなんか J1 から狙われるんでないかっていう感じもしますし、あとは、まあ、柿谷選手はもう来季の対談が、えー、まあ今季今季限りの対談が決まってますんで、柿谷に代わるシャドウ系の選手でいうと、まあ、同じ天才肌の田中渡るとか、あとは新潟、まあ、トップ下兼シャドウみたいなところになと思うんですけども、<laughs> もうまあ、えー、一緒がトップ下兼シャドウで今同じこと言いましたね、えー、トップ下兼ボランチっていうところになると思うんですけど、奥 な選手とかね、まあ、この辺をレンタルなりで取れたら大きいか奥村はまあ完全では多分新潟が出さないと思いますんでねあとは、割と僕坪井選手ね,ねいいのかなっていうところまあ来季坪井選手一気に活躍するそんな可能性秘めてんじゃないかという感じもするんで。 まあ、つぼい、ね、にかけてもいいと思いつつも、まあえー、さっき言ったブラウン・のア・ケがどうなるかわからみたところはありますし渡井選手も年齢的には結構ベテランの域入ってますんでそうなれば J3 か J3 で結果残した浮田選手とか、まあ、J1 ではなかなかインパクト残せていない山下選手の J2 復帰この辺を見てみたいかなという感じはいたしますけどもさあどうでございましょうというところですね。でこちら で山口ですね山口の補強考察というところになってきますまずゴールキーパー、関選手が引退されたんで、ここはね補強が必要だとなれば、やっぱ鹿児島で、ね、インパクトあるプレーを見した出森選手ですね、まあ今年レギュラー格としてプレーしました、やっぱ鹿児島自体がちょっと苦しいシーズンにはなったんですけども、も出森選手は気を吐いた1年間だったんじゃないかというとこでまあ関選手の後継者に、まあ、出森選手、田口選手もでもね、ねいいゴールキーパーですけどもね、まあ、えもういますし、 あとは若手レンタルでいうと梅田選手、まあ、梅田選手も、ねえっと、ファジアの回まで怪我する前まで非常にいいプレーを見せてました、ただ清水に帰ってからはなかなか出番がな、ね、い、まあ、怪我もあったと思うんですけど、梅田選手とかこの辺をレンタルで。 取るのはありじゃないかっていうところにも、えー、なってきますあとはサイドバック、まあ、やっぱここは辛坊選手が狙われる感じがするんで、辛、ま、坊、あ、選手の後継者が欲しいというと後継者たちが後釜が欲しいとなれば富山選手とかね同じく鹿児島でプレーしました今年もしっかり32試合に2番があった富山選手ですね、まあ、ちょっと左のサイドバックが辛坊選手以外で今年先発で出た選手が前選手しかいなかったと確か思いますのでそうなれば、ね、富山選手とか あとは群馬でね、まあさっきもうちょっと徳島の名前に出しましたけれどもね、まあ契約満了となったセンターバック兼サイドバックの中潮選手、言うてね、その山口もヘナン選手の対談が発表になったりとか、平瀬選手もレンタルで来ていますんで、どうなるかわからんっていうことを考えれば、まあヘナン選手が1枚抜けて、平瀬選手も抜ける可能性があるってなれば、センターバックができる選手も欲しい。で、センターバック兼サイドバックという意味では中潮選手がまあ、ぴったり合うんじゃないかっていうところには、えー、なってきます。あとはまあ、 J2 時ではビファーレン長崎で実績残した江川選手が今まで3勝しか出番がありません。まあ J2 で通じるところはね、十分見せていましたんで、まあ、センターバック兼サイドバックとして江川選手とか、あとは裏列からレンタルとかになると思うんですけど、北九州で今年 J3 では結果を残した工藤選手、まだまだ若い選手にはなります。左利きのセンターバックでね、まあ、非常に面白い存在なので、来季裏側ね、J3 区の北九州から、えー、J2 の山口へみたいな流れちょっとあるかなっていうところには、えー、なってきます。 で同じく J3 からの補強、まあ、高さ、空中戦の強さでいうと、やっぱ秋山選手ですね、丑大で今季26試合で4ゴール、まあ、4ゴール決めてるセンターバックには、なり本当、空中戦強いんで、まあ、ヘナン選手の正当後継者みたいな感じでの補強は面白いかもしれません。ほんで ボランチのところでいうとなかなか J2 での実績はあるけども J1、ゼルビアでは厳しかった、鹿児島ではレンタで8試合になった稲葉選手、まあ、ボランチのところもサーラット選手が移、ね、籍となりますんで、退団となりますんで、まあ、もう一枚佐藤選手も退団に、えー、契約満了発表されましたんで、そうなればボランチの選手層はちょっと熱くしなきゃいけないってなれば、まあ、稲葉選手とか、あとは若手選手と三藤選手ですねの、えー、獲得、この辺もちょっと面白いかなという感じも、えー、します。でウィングサイドハーフン とまあ川野選手がちょっとシーズン終盤に大怪我を負っちゃったんで、まあ、ちょっと川野選手の離脱は相当にだと、まあ、センターフォワードってことを考えてもね痛いんで、まあ、今年ね花開いた山口で本当でもう10代からずっと期待されてた選手にはなるんですけどもね、まあ、川野選手のところにはウイングでねドリブラータイプの、えー、名古屋増井選手のレンタルとかあとは栃木で活躍した奥田選手の、まあ、センターフォワードボランチはウイングもどこでもできる奥田選手とかあとは ま、右のサイドバック兼ウィングで考えれば川上選手とかね。この辺はありじゃないかっていう感じがします。言う右のサイドバックのところもね。前選手がね。基本的には？ 先発で出てましたけどもやっぱりもう一枚ぐらい本職サイドバックが欲しいってなれば、まあ本職でもないけどね、まあこれもね、川上選手、本職ではないけども、ただそこもできるね、川上選手とか、あとは、まあフォワードのところですね、まあ若月もね、いつどうなるかから、またね、J1 クラブに行く可能性もありますんで、そうなれば J3 で結果残した藤岡選手とか、あとは札幌でね、本当、将来的に札幌のエースというか、ね、ストライカーになるんじゃないか、まあ将来性がある大森選手、この辺の補強があったらちょっと面白いかなという感じ。 がしますけれどもさあどうなるかというところですねはい中東でほうが以上ですジよパルプンテージェイツのまちゃんでございましたよかったちなまスすップ。